京都円町のラーメン屋さん松陽さんです。ラーメン屋さんの中ではこれ円町の中では一番古いんじゃないでしょうかね。女性ばっかり、が、やられてるというのが非常に印象的な、お店でして、もう閉店間際だったので僕一人でございました。ラーメンの、並600円を、注文いたしましたが、こんな感じでございます。昔ながらの、醤油ラーメンです。ちょっと甘めの醤油ラーメンなんですけれども、こういうラーメンって何て言うんですかね、ソウルフードになりうる、ラーメンだと思うんですけれども、で胡椒がやはりよく合うのでございます。チャーシューもちょっと濃いめで美味しいですね。でニンニク、これも、もうガッバガバ、これ多分酔っ払ってるから結構入れてるんですよね。でぐちぐちっと混ぜて、そらこんなことすれば美味しいんですけれども、地元住民の方がね、もうなんかちっちゃい時から、よく食べられてるという、話で、まあまあ円町のソウルフードと言ってもいいんじゃないでしょうか。からしもすごい美味しいです。ちょっと北に上がるんですよね。島津アリーナの、辺まで上がるんですが、こんな感じでした。美味しいです。それではまた明日です。ありがとうございます。